なるんでほどほどでいいですよ。はい、はい、高いところから失礼いたしまして、いやいやどうも、皆さん本日はようこそここラジオにお越しくださいました。皆様の貴重なお時間を頂戴いたしまして、しばし私のお話なんぞに耳を傾けていただき、お付き合いいただければと存じます。はい、ああそうそう申し遅れました。私この小倉城物語案内人、清和宮本名は黒兵衛、人呼んで宮本黒兵衛と申します。どうか何卒何卒どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。さて今皆様の目の前に堂々とそびえ立っておりますこちらのお城、このお城の名は小倉城。A62 年1569年に毛利元就がこの場所に築城して以来実に450年、幾度と繰り返された戦火の中、一度は焼け落ちた小倉城ではございますが、市民の熱い希望もあり昭和34年に再建。以後小倉城は人々の平和の象徴として令和の世となった今もなおその威風堂々たる姿を見せ続けておるのでございます。そんな小倉城の歴史、その歴史の断片をこれより皆様にご覧いただきます。時は今より420年前、西暦1600年慶長5年9月15日早朝、現在の岐阜県関ヶ原にこの国のこの先の運命を分かつ天下分け目の大合戦が行われた、そうかの有名な関ヶ原の戦いでございます。誕生した細川忠興、足利、織田信長、豊臣秀吉と仕えてきたこの細川忠興、彼は並々ならぬ思いを持ってこの関ヶ原の戦いに参加していたのであった。この女性は細川忠興の妻玉、別名細川ガラシェで知られる戦国一の美人。彼女は関ヶ原の戦いの直前悲しい死を迎えた。忠興様、様はお先に参ります。待て待ってくれ、行くな行くな玉。この関ヶ原の戦いの直前、石田三成は細川忠興が大阪の屋敷を留守にしている隙を見て玉を人質に取る作戦を決行したのであった。石田様の人質としてじゃ。
少子、そんなやすやすとガラシャ様をお出しするはずがなかろう。ここは一歩も通さぬぞ。引くなら今のうちで。バカな、おなごのくせに逆らいよって。わしを誰じゃと思うと言うじゃ。あの伝説の獣殺しの郷田越五郎よ。家臣であり西軍最強と謳われた剣豪である。来い。はあ、火を放ち自害。西軍の人質作戦は失敗に終わり、知らせを受けた細川忠興は玉の敵討ちという大義を果たすために関ヶ原へと進軍したのでございました。己みっさり数々の過去、玉の死、この恨み必ずや晴らそうぞ。怒りに震える忠興。それもそのはず、忠興はこの妻玉のことがもうめちゃくちゃ好きなのでございました。玉、ま、関ヶ原合戦の数年前、本能寺の変を起こした明智光秀、その娘である玉、もともとはあの織田信長が細川家と明智家の関係をより深いものにするために取り決めた結婚ではございましたが、初めて玉に出会った忠興はその美しすぎる美貌にもう速攻で一目惚れをしてしまったのでございました。なあ、くそかわいい、マジ、これマジ、めちゃくちゃかわいいんですけど、シンプルに超ラッキーなんですけど。どうしよう、なんかめっちゃ見てくるんですけど。やったー。そんな出会いから始まった二人の結婚生活。忠興は玉のことを大切に思い、玉、はい、ここに、大切に思うあまり、玉、はい、ここに、大切の度が過ぎ、玉、はい、ここに、まあ、こういう言い方はなんですが、ちょっと気持ちの悪い愛妻家になってしまったんでございます。おい、気持ち悪いとはなんだ。え、無礼であるぞ。え、聞こえてる。聞こえております。え、聞こえております。先ほどから基本ずっと明瞭に。おい見なよ、わしの妻見なよ、殺すぞ。そんな妻の悲しすぎるし、忠興には到底許すことのできなかった出来事だということは理解してもらえたであろう。しきれ、しまった、忠興だろ。忠興キッキッキッパーツ。はあ、よかったね。
将の名は黒田長政、5400もの兵を率いる東軍の武将である。長政殿、片付けない。忠興殿、油断は禁物でござるよ。あらやだ、まったり。関ヶ原の戦いに細川忠興は黒田長政とともに東軍右翼隊として参じ、東軍の将田中義政隊との交戦で消耗した石田三成本隊に迫り追い打ちをかけ、激闘の末136もの士気を挙げたのでございました。忠興殿、お気をつけなされ。何やら不穏な気配です。ああ、まさか誰かと思えば石田様でいるか。このわしがお相手いたす。あきこ、言いたいことはそれでっか。しまさこ、こたびの愚行、玉の死、断じて許すことなどできぬ。そなたにはここで死んでもらう。よし、集結した関ヶ原の戦い、西軍石田三成は京都三条河原で斬首とされ、徳川家康が率いる太平の世が訪れます。250年続くこととなる江戸幕府の始まりでございます。細川忠興は丹後の国12万石から豊前の国中津33万9千石に加増転封、その後中津から小倉へと拠点を移すために領内整備を進め、1602年慶長7年より小倉城の大規模な改築を開始、約7年の歳月を費やし城郭を完成させ、ついに小倉藩初代藩主となったのでございました。できた、ついにできたぞ。張り出された殻作りと呼ばれるものであり、
当時としては他に類を見ないものでございました。まあ一言で言うとフランス人もびっくりなくらいめちゃくちゃモダンかつおしゃれなお城だったということでございます。おしゃれだー、どうしてもおしゃれだー。さあさあ皆の者、宴じゃ宴じゃ、踊れ祝え。その後、細川忠興は城下町の整備にあたり、京都の升目の町並みを小倉城下町にも再現、商業を発展させ京都祇園祭りを持ち込むなどして文化発展にも貢献。こうして小倉の町は江戸にも京にも負けないほどの大都市へとその変貌を遂げてまいります。これが小倉城築城魔女の歴史、そのほんの断片でございます。まだまだ語りきれてないところも多々ございますが、ひとまず今日のところはこの辺りで。かなー、かな申し上げます。なんじゃ宴中に。奈良の柳生、京都の標本家吉岡一門を破った剣豪がこの小倉城に、先の関ヶ原の戦いでは東軍として黒田長政様の軍で戦っていたと。長政様の軍で、それでそのものこの小倉城で士官として召し抱えてもらえないかと訪ねてきております。ほう、そのもの名は宮本武蔵と名乗っておりました。宮本武蔵。それでは次回小倉城物語武蔵小次郎編でお会いいたしましょう。次回もこうご期待。